藤崎一郎は、日本の外交官。上智大学特別招聘教授、国際戦略顧問、一般社団法人日米協会会長、公益財団法人、中曽根康弘世界平和研究所理事長、一般社団法人日本外交協会理事。藤崎一郎と表記されることもある。外務省北米局局長、外務省外務審議官。 大樹内部国際機関日本政府代表部特命全権大使、アメリカ合衆国中殺特命全権大使などを歴任した。鹿児島県生まれの神奈川県育ち、父は外交官でオランダ中殺特命全権大使や最高裁判所判事などを務めた藤崎万里、内閣総理大臣を務めた伊藤博文の夜叉後にあたり、一族には政治家、 外交官が多い。港区立発金小学校、米国の公立中学校、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校を経て、慶應義塾大学経済学部在学中に、外務公務員が愛守試験に合格し、中大使外務省入省。2011年3月17日、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマと、藤崎2009年12月21日、 普天埋設問題に関して、アメリカ合衆国国務長官のヒラリー・クリントンと国務省で15分間の緊急会談を行った。大雪のため、アメリカ連邦政府機関は臨時の休日となる中で朝に急遽決まって、午後に会談に呼び出されたとして、メディアから異例と報じられた。なお、藤崎は朝にクリントン国務長官から来てほしいと連絡があったと語っているが、 フィリップ・クローリー国務次官補は、翌22日の記者会見で呼び出したのではなく、藤崎大使の方から訪れたと述べ、藤崎の主張を否定した。退官後、編集2013年1月1日付で、上智大学の特別招聘教授に就任し、国際戦略顧問として活動している。同年7月には、大河原義夫の公認として、日米協会の会長に就任した。 また、谷内翔太郎に代わって、公益財団法人世界平和研究所の副理事長を務めている。他に、一般社団法人世界貿易センター東京、副会長、公益財団法人日本国際フォーラム参与などを、兼任する。2017年4月1日、学校法人北鎌倉女子学園理事長に就任。同学園理事長として、 アントニオ・グテーレス国連事務総長に会い、女子生徒から託された色紙を手渡して、その場で事務総長からのメッセージを書いてもらって帰ってきた。2018年7月1日、中曽根康弘世界平和研究所理事長に就任。1996年に藤崎が在アメリカ合衆国日本大使館で講師を務めていた際、 盲導犬の候補犬を育てるパピーウォーカーを一家で引き受けた。藤崎一家が育てたスキッパーという名前の犬は、盲導犬の適性がないと判断され、麻薬捜査犬としてイタリアのミラノで危険な任務を務めていた。そしてスキッパーが2005年にジュネーブ在勤中の藤崎一郎夫妻とミラノで再会したところ、藤崎夫妻のことを記憶していたことに夫妻が感激し、 イタリア警察に依頼してスキッパーを引き取った後、アメリカ合衆国中殺特命全権大使としてワシントンへ転勤した際にアメリカ合衆国中殺大使皇帝で夫妻とスキッパーが一緒に住んでいるという話をワシントンポストが報じて話題になったという。2011年3月。ありがとうございます。